こんにちは、のでです、えー、面白い実験をテレビで見ました、えー、日本のおいしいワインをパリに持って行ってでフランスで飲まれているワインと大体同じぐらいの値段のワインを普通にあのパリであのワイン飲んでる人に渡してで飲んでもらってでどうって感想を聞いてででどっちがあのフランスのワインでどっちが日本のワインか分かるって聞いたら。 あのみんな口々ちちに「日本のワインおいしいな」で言ってで「ああこっちはフランスのワイン」まあ正解なんです大体同じなんでねで「ああおいしいのはどっちですか?あ」ああ日本産だね」でフランスのワインはこっちですね」って「じゃああなたは最終的にどちらを飲みますか?」って聞かれた時に「こっちだね」わかりますおいしののは日本のやつですよで文化ってそんなものかもしれないです。要は慣れ親しんでるものの方が あの心地がいいといととうことですよねだからおいしいお刺身がもし海外にあったとしてもうちのいつもあの行きつけの,あのお刺身のお店で食べるのはやっぱおいしいというねあのまあそんなようなことなんだだから文化ってそんなもんですよねあの音楽もそうなんですけどで、まあ、よくよく考えてみたらですよあのこの YouTube 撮るようになって僕もいろいろ考えたんですけど音楽っていうか、まあ、楽器演奏の面白いところは例えばよく聞いてみるとですよ 相手がですね自分のことは分からないんですけどあのいろんな人が音を出してるのをやっぱり一緒に聞いて合奏のと聞いてると今その人が何を気にしているか何を目指しているかどういう精神状態なのかあの分かるんですよねその人の考えてることとかその哲学とか歩んできたなんか僕は勝手に分かっていると思っているだけなんですけれどもねおそらく。でそ,その状況でもってみんな合奏しているわけですよね。でまあ、ずれるとか 会うとかいろんなことがあるんですけどそれってよく考えるとですよ言葉じゃ言えませんよねあの写真とかでわからないやっぱり音楽じゃなきゃダメなんですよそこはなので音楽が存在するとかで音楽じゃなきゃダメだから音楽があるわけでその音楽の楽しいところを楽しまないで苦しんだらもったいないだろうっていうのが、えー、最近つくづく思うことですあのね、もうあと本当に数ヶ月で僕はあの自分がキャリアにしてきた45年ぐらいのオーケーストラに一旦あの 幕を弾くんでですすけれどもあの楽しいですよやっぱりあの後悔ないですでまたあの、ね、定年してそうだな、まあ、フリーになってもオーケストラ大好きだしあのそこでいろんな悩みが出るだろうけどやっぱり最後は楽しめる方向で、えー、いつでもあの美味しいビールを飲めたらなと思ってますので、えー、チャンネル登録とッドボタンよろしくお願い申し上げます。